19分34秒で完走しました。で、まあ、チームはいつも前半飛ばして後半待てるっていうのがよくあったんですけど、今日はもうちゃんと最初から最後まで、走り切ったんで、次につながるんじゃないかなと思ってます。タイムは22分22秒でした。この前よりもちょっと時間がかかったんですけど、ちょっと歩いたりしたんだけども、止まることはなく頑張って走りました。楽しかったです。ヒヨくんの伴走しました。タイムは46分11秒でした。ヒヨくんが超えているのか、後ろで押しているのかって感じだったんですが、どれぐらいの重さでこう自分のペースで行かせてあげるべきなのかっていうのがちょっとまだつかめない感じです、はい、次はなるべく漕いでもらうようにした感じで持っていこうかな。足漕ぎの伴走2回目なんですけど、前回はちょっとやっぱり私も押しすぎちゃったかなみたいなところがあって、今日はね半分ちょっと見てるところで、そうやな。今日タイム何分だっけ？19分34。最初から最後は走れて、まあペースも最後は崩さないで、松田のシャベナが走れたことはとても走りながら口も、ね、止まることなくて楽しかった楽しかった。まだ次も頑張ります。皆さん、まあ、楽しそうに走っておられたし、他にたくさん障害のある方も走っておられたので、また皆さんどんどんこういう大会楽しんで来てもらったらいいなと思いました。